全力で YouTuber、リボルです。本日オリックスバファローズ対東北楽天応援歌ゴールデンイーグルス、オリックスバファローズ6対1勝利。あのファンやめはしもらったんですけど、で焼け酒で、はい、二日酔いでぶっ潰れて、今日の朝で、あのもうさっきぐらいも気持ち悪かったんですけど、あのオリックスが勝ちまして、はい、今も若干気持ち悪いですけど、はい、関係ないですね。オリックス優勝。本日大量得点、まあ、あの相手投手岸投手、まあ、序盤はかなり好調でしたが、これ4回に出ましたね。1点ビハインドから中川選手のヒットからの吉田正尚選手が逆転のツーランホームラン、マッチョマッチョメン。そして5回にも、若月選手ヒットからの福田選手、宗選手、中川選手の3連打、中川選手2点タイムリーヒットで、この回も3点、そして7回にも、杉本陽太郎選手に、最近当たりが止まってましたが、続きました1本、タイムリーヒット、6点、よっしゃー。そうですね、あの、杉本選手、最近かなり当たりが止まってました。なかなかね、その、やっぱ攻略がまた、その、確立されてきたのかというところで、やっぱ杉本選手、やっぱ去年3割打ってますから、そこも適応力はあるんですよね。はい。杉本選手、そこはさすがだなと。うん、こっからまた上げていってほしいですね。そして今日先発の、田島や。はい、田島投手。まあ、初回にね、あの、1点取られ、まあ、不運な形で取られるんですけども、そこ以外はやはりゼロに抑えると。楽天相手には本当にこれ得意ですから、田島投手、もうこの楽天ロッテ戦だけにも当ててもいいんじゃないかっていうね、はい、まあ、セーブは苦手なんですけど、はい、もうこの楽天戦とロッテ戦にもローテを標準合わせるべきと。まあ、楽天結構左バッターが多いですから、そういうとこもあったんですかね。これでまた、楽天とのゲーム差が縮まりましたと。うん、まあ、一時期のことを思えば本当にこれゲーム差はめちゃくちゃ縮まってきてるんですよ。もう10ゲームぐらい離れてましたけど、今もう5ゲームぐらいですか。もう全然ありますね、これね。ただこれちょっとセーブが今、勝ちまくってるんですよ、怒涛の勢いで。西武がこれ本当にね、またあの上位を狙ってきたと。だからそのライバルチームが多くなりますね。ソフトバンク、楽天、西武、あとロッテも上がってきてるからね。とりあえずは、あさってからビッグボス戦、あのビッグボスさんよ、まあ、ビッグボスもね狙ってきてますからね、虎視眈々と。まあ、ビッグボスも何か起こす男ですから、俺たちのビッグボスですから、俺たちのビッグボス、ビビビビ。はい、ビッグボスにもね油断せずに警戒していきましょう。はい、オリックス優勝へ。今日の匠4の0、今日のここで島内4の1、今日のラベロは試合に出ませんでした。そんな休み欲しいか。今日のセーブ1ラベロことジャンセンは、3の0、最終打席ゲッツーラベロ。